ノブリン、ノブアキさん、ありがとうございます。山下豊先生の漫画、ノイローゼダンシング、読んだことありますか？めちゃめちゃ面白いです。持ってますよ、俺。単行本持ってますね、ノイローゼダンシング。しかも、ノイローゼダンシング、俺ね、先々週ぐらいに、知り合いの DJ にね、勧めましたね。漫画の話になって、マニアックな漫画の話になって。山下豊先生のノイローゼダンシング面白いですよ。まさに俺が勧めましたね。それぐらい結構好き。未だにそのマニアックな漫画で、こうサクッと人に勧めやすい。あれ、一冊でね、完結だから、サクッと人に勧めやすいし、まあ、なかなか手に入らんから、そういう意味ではあれですけど、ノイローゼダンシングはね、よく口に出してますね。呂布さんのおすすめや漫画ありますか？おすすめ漫画ありますか？また人に音楽や漫画や映画などを伝える際に理解してもらう工夫をしたりしますか？おすすめ漫画は、最近ね、仕事で読んだんですけど、人侠転生ヤクザ姫っていうのが結構面白かったですね。俺、転生ものとか読まないんですけど、でも、ヤクザ姫はね、面白かったですね。転生ものかと思いながら、一応仕事で読んだんですけど、結構面白くて夢中で読みましたし、続きが気になるなという感じでしたね。と、あとは、日本三国っていう、ちょっと未来の、ちょっと未来の日本が舞台の三国志みたいな漫画があるんですけど、あれ、作者名前なんだったか。それもね、ちょっとお仕事で読ませてもらって、それめちゃくちゃ面白かったですね。絵もいいし。その2つですかね、今おすすめは。人に音楽や映画や漫画や映画などを伝える際に理解してもらう工夫。工夫っていうか、まあ、普通にこういう話で、俺がそのストロングポイントだと思うところを普通に伝えるっていうか感じですかね。うん、あと、まあ、そのね、俺が仕事で読んだりするのって、要は結局帯コメント書いたりとかさ、なんかそれを紹介するような、なんかそうコンテンツとして、まあ、読むんですけど、でそういう時に伝える時に、どうやったらこの漫画を読みたいと思うかなみたいなのを考えて、まあ、コメントしたりすることはありますけど、うん、工夫っていうか、まあ、そうだね、伝え方を考えるは考えますけどね。